どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、結構リクエストもいただいてたんですけど、髪の毛の傷む原因をちょっと解説したいと思います。で、髪の毛のやっぱその痛みの原因っていろいろあると思うんですけど、まずは、シャンプーで、あと、ドライヤー、アイロンもそうですね。で、カラーだったりとパーマが主な原因かな。で、まず、シャンプーなんですけど、でシャンプーをするときに皆さんってブラッシングはやってますか？でブラッシングをやった方がいいんですけど、なぜやった方がいいかっていうと、ブラッシングもちろんすることによって髪の毛こう全部指通りだったりとか、串通りを良くしますよね。でそうすることによってシャンプーした時の、シャンプーガシャガシャってすると思うんですけど、その時のこう摩擦が軽減できるんですよ。でその摩擦があると、やっぱりその髪の毛同士がこう摩擦を起こしてしまうと、キューティクルだったりとか、髪の毛の表面についているものなんですけど、あれがこう傷ついてしまったりとか、ちょっと最悪の状態剥がれてしまうと、本当にその栄養分だったりとかが全部抜け落ちてしまう。そうすることによって、こう髪の毛のパサつきだったりとかギラつきの原因になってきてしまうので、その摩擦を軽減するために最初にブラッシングをする。でシャンプーは、本当に頭皮を泡立てるような感じ、もう毛先をこうぐしゃぐしゃってやるのは絶対 NG なので、頭皮をこうマッサージしながら洗ってあげる。で最初のすすぎもすごく大事なんで、シャンプーする前のすすぎもしっかりとやってください。でその後にトリートメントも、トリートメントは基本的にはもう毛先中心に、毛先とか中間中心に、根元にはあんまりつけなくていいかなと思うので、根元はあんまりこうつけてしまうと、ちょっとベタつきだったりとか乾きにくかったりする原因にもなるので、根元にはつけないで中間毛先にしっかりとこう手で挟みながら、毛先に向かってですね、根元から毛先に向かってこうつけてあげる。で流してあげるといいかなと思います。でその次に乾かし方なんですけど、結構めんどくさいからって言ってロングヘアの方とかでも自然乾燥でやられる方も多いかなと思うんですけど、正直仕方がないかなと思うんですけど、あんまり良くないです。なぜかというと、ダメージが出やすいっていうのもあるんですけど、例えばなんですけど、洋服だったりとか、あとタオルだったりとか洗濯した後って皆さんすぐ干しますよね。ですぐ乾かさないとちょっと嫌ですよね。それなんで嫌かってなったら、匂いが出たりとか雑菌が出たりとかしますよね。髪の毛も一緒で、濡れた状態でいると、匂いが出たりとか雑菌が出たりするんですよ。でそうすることによって頭皮のトラブルだったりとか、ちょっと悪さをしちゃいます。細毛の原因だったりとか抜け毛の原因になったりとか、頭皮がすごく冷たくなってきてしまうと、本当に血流が悪くなるので、先ほどの原因になってしまう、抜け毛とか細毛の原因になってしまうかなと思うので、もう最初にしっかり乾かす。で普通に髪の毛をこう乾かすんですけど、頭皮っていうか根元からしっかりと乾かします。で根元からしっかりと乾かして、で毛先に向かって乾かすんですけど、で毛先もこう濡れた状態に結構絡みがある方っていらっしゃるかなと思うんですけど、そういう方も、最初にちょっと軽くだけブラッシングしておいてください。でブラッシングするときになんかガガッとこう引っかかったりとかする方もいると思うんですけど、こう無理やり溶かしてしまうとそれもダメージの原因になるので、なるべく毛先の方から優しく優しく綺麗に溶かしてあげて、ドライヤーしてあげると、乾きも早くなるし、本当にダメージの原因にもなる。であとは洗い流さないトリートメントつけて乾かしてあげるといいかなと思うので、その2点を守ってもらうとドライヤーも良くなります。でアイロンする時もやっぱり、最初にはブラッシング、結構何でもそうなんですけど、ブラッシングすごく大事なんで、その癖を結構皆さんつけといた方がいいかなと思います。でそのブラッシングもやっぱり先ほどと一緒で、毛先から全体に向かってしっかりと溶かしてあげる。で溶かしてあげて、アイロンを巻くんですけど、でその前に例えば結構乾燥してる方とかだったら、洗い流さないトリートメントのこうミストタイプのやつとかあるんですよ。巻き髪ローションとか、ああいうのとかをこうミストタイプの全体的につけてしっかり最初に乾かしてあげる。
と、だいぶ髪の毛に保護にもつながるので、その状態で巻いてあげると、よりダメージが出にくくなるかなと思います。で、そうすることによって髪の毛の持ちも良くなるので、あのカールの持ちも良くなると思うので、しっかりとその方法を守ってあげるといいかなと思います。で、温度なんですけど、基本的に、130とか140とかで、髪の毛ってタンパク質でできてるんですけど、それがちょっとこう変性というか変形してしまうので、できれば120とか130度ぐらいで、巻いてあげる。で、まあ、髪の毛のこう取る幅ですよね、もう結構少なくして、巻いてあげると、まあ、熱の浸透もしっかりと、髪の毛にも伝わるし、でその温度だったら、まあ、比較的こう自分で巻く時って結構時間置いたりするかなと思うんですよ。こう巻きながらちょっとなんかしながらとかやってる方も多いかなと思うので、まあ、そういう方とかでも結構120度とか130度ぐらいだったらそんなにダメージも出ないかなと思うので、その温度でゆっくり巻いてあげてください。で、まあ、今のヘアスタイルで結構毛先巻く方は、毛先巻くヘアスタイルが結構多いかなと思うんですけど、まあ、ロングヘアの方とかでだったら、まあ、大体中間くらいから巻く方も多いかなと思うので、なるべくそのロングヘアの方とかセミロングヘアの方はなるべく中間から巻いてください。毛先から巻いてしまうとちょっとダメージがの、がちょっと進行が早くなってしまう可能性があるので、なるべく中間から巻いてあげる。で、ミディアムヘアとかの方だったら、まあ、毛先に結構巻く方が多いかなと思うので、まあ、その方は毛先に巻いてもらったらいいかなと思うんですけど、その注意点だけ守ってもらえたらなと思います。で、やっぱりあとはカラーとかパーマとかで、基本的に、まあ、カラーとパーマってどっちがこうダメージ度合いが大きいのとか結構聞かれる方が多いんですけど、まあ、基本的にこうちょっと種類が違うので、あのどっちがすごくダメージ出るっていうのはあんまり、美容師側としてもあんまり言い切れはしないんですけど、まあ、基本的に、なんて言ったんですかね、まあ、パーマを、まあ、僕個人的な考えなんですけど、パーマをすることによって動きがこうちょっと出るじゃないですか。こうやって動き出しますよね。で、ストレートヘアとこう動きが出る、ヘアスタイルを見比べてみると、あの実際問題パッと見た感じでダメージが出てる方ってどっちが見えるかなって考えた時に、多分パーマヘアの方がダメージ出てるように見えるかなと思うんですけど、それはなぜかって言ったら、やっぱちょっとパサついて見えやすい、こう動きが出てると。今僕ちょっとこれは癖毛なんですけど、あのやっぱ動こう腕っているとちょっと乾かしたりとかスタイリング座をつけないとちょっとパサついて見えやすいっていうのが原因の一つであります。でも実際問題、そのどっちがダメージ出てるかっていうのは、まあ、どちらかって言ったらこう定かではないです、正直。ただダメージがあるか、じゃ見えるか見えないかっていうと、やっぱりパーマがある方、パーマヘアの方がダメージが出てるようには見えます。で、もちろんブリーチだったりとか縮毛矯正、それは、美容室でやる、そのヘアスタイルを作るにあたって一番ちょっと強い薬剤というか、美容室に置いてる薬剤の中で一番強い薬剤を使うので、その2つはやっぱりダメージは結構大きいです。大きいんですけど、あの本当にやり方によって、まあ、ヘアケアの仕方だったりとか、本当に、その髪質に合わせた薬の選定をすることによってダメージ度合いってかなり下げれるかなと思うので、だいぶその美容室行く時とかはだいぶその、まあ、ブリーチが得意ですとか縮毛矯正得意ですっていうところがあると思うので、そういうところに行かれる方がやっぱり、薬の選定だったりとか、しっかりされてると思うので、結構ダメージ度合いはだいぶ抑えれるかなと思います。まあ、ただちょっと行ってみないとわからないので、まあ、本当に信頼できる美容師さんであれば、まあ、それでお願いした方がいいかなと思うんですけど、まあ、基本的に得意としているところに行く方が僕個人的にはベストかなと思います。髪の毛のケアの仕方だったりとか、こうやったらダメージ出るっていうことを知っておくだけで、今後の髪の毛への、いたわり方が結構変わってくるかなと思うので、まあ、一つの知識としてちょっと覚えておいてください。本当にその自分のヘアケアだったりとか、美容室の選び方だったりとか、ダメージでこう出るよっていうとか、本当それがすごく、髪の毛にとって基本になってくると思うし、本当に綺麗に保てる、方法だと僕は思ってますので、
基本の知識として皆さん覚えておくと、今後は役立つと思いますので、よかったら参考にしてみてください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。またコメントもお待ちしております。で、今度オンラインサロンもちょっとオープンします。で、オンラインサロンオープンすると、まあ、そこで本当に髪の毛のことだったりとか、本当に悩み相談だったりとか、例えばじゃあ市販の商品これってどうなのとか、そういうレビューとかも、どんどん、アップしていこうと思いますし、今自分が使っているものだったりとか、そういう、コメントとか結構そのオンラインサロンでいただくと、それちょっと成分分析して、こういう方におすすめですとか、そういうのをどんどんやっていきたいと思いますので、よかったらオンラインサロン入って、よりいろんな絡みができるように、いろんなことを皆さんの、ためになるようなことを発信していきたいと思いますので、そちらも合わせてご覧ください。それではまた、さよなら。